紅茶や本は昨日寝る前にはあったのに今朝にはもうなかった。霊夢も慌てて現れたところを見ると、お賽銭箱がないことに気づいたのは今日の朝ね。そうだけど。つまりどちらにも共通していることは、亡くなったのが昨日の晩だということ。それは1話の終わりで聞いた。